また、緊急で動画撮ってます。男駆動です。YouTube の藤井風死ぬのがいいはライブアット日本武道館2020という動画にですね、なんと、 88 Rising 公式アカウントからコメントが書き込まれました。88 Rising 公式アカウントからコメントが書き込まれていました。88 Rising というのは、アメリカでも有名なアジア系アーティストの音楽レベルです。ジョージ、リッチ・ブライアン、ニッキー、ビビなどの経営アーティストが多数所属しており、まあ、今年に入ってですね、ジョージ、彼は日本人なんですよ。えー、日本とオーストラリアのハーフ、日本国籍のアーティストなんですけど、今年に入ってこのジョージのグリンプス・オブ・アースという曲が、スポティファイグローバルチャート1位と なり注目度が今爆上がり中のレーベルでありますこのレーベルの公式アカウントからコメントが書き込まれていましたその内容がまたえぐいですこちら This is the best shit on the planet パーフェクト。これはこの地球上で最高のものだ。パーフェクトだと。この絶賛コメントが88ライディングの公式アカウントでこの絶賛コメントですよ。まあ、ありえないです。本当にありえないことがまた起こってます。いや、ぶっちゃけこのコメント見た時本当にマジで鳥肌立ちました。これはすごい瞬間を見てしまったなと。この先どうなるかわからないですけど、なんかやっぱりとんでもないことがまた起こりそうですね、この先。これはちょっと長いスパンで何年っていうスパンでこれからいろんなことが起きるか。 可能性があります。37件のレスポンスもありますので、これもざっと見ていきたいと思います。英語のレスポンスは一応僕の方でざくっと訳してカッコ書きにしてあります。カッコ書きは英語の適当翻訳と思ってください。全コメントは読みませんが、ちょっと拾い読みしていきたいと思います。未来にきっと素晴らしいことが起こるとかですね。あと今のところそうだけど、今週末さらに来るよっていう。これうんちの絵文字を使ってですね。なかなかこう起点の効いたコメント。これあのあの今週末か。ダムという曲の デデジジタルリリーースととミュージックビデオのの公開がありますよねそれのことを指していますす宇宙全体でででももベベスストトととかかね銀河系でもベストとかいいですね。熱いコメントが多いです。風さんとコラボしてとかですね。あと、こちらに風を招待してというのがありました。こちらというのはですね、こちらフェス、えーと、アメリカ・カリフォルニア州で毎年行われている世界有数の野外音楽フェスティバルのことです。これに風を招待してっていう、ちょっとこちらのコメントもいくつかあったような気がします。オーマイガーガガガ,ガ,ガとかですね。 あ、ありますね。こちら、ここにもありますね。公式オファーですかみたいなのもあります。はい。風を88ライジングに入れて、あなた方のコンサートのメンバーに加えて、みたいなのもありましたね。完全に同意とかですね。 はい、ジョージに続いて、日本からも、もビルボードをどんどん開拓してくれ、という、日本語の書き込みもありました。これはね、分かってる方ですね。じゃあ最後に、一応、最新の、ポリティファイグローバルチャートの状況を見てみましょう。2022年、えー、今確認できているのが、9月27日付のグローバルチャートです。74位、135万1817ストリームというね、まあ、順調に上がってます。2週間前は122位でしたから、順調に上がっていると言っていいと思います。で、特にですね、この、このストリームの数ですね、こちらが、 まだ増加傾向にありますので、まだ、まだ上行けると思います。これね、50位以内に入ったら本当にとんでもないことなので、また、まあ、ライブ配信とかちょっとやろうかなと考えています。で、今ですね、死ぬのがいいわの楽曲解析の動画を作っています。で、その動画を作ってる関係で、えー、ライブ動画をチェックしていたところ、この 88Rising のコメントを見つけてしまったので、まあ、いち早くちょっと情報共有をしたくて動画にしました。以上、男黒でした。さようなら。